飛竜が抜けた堂島組では幹部の筆頭だった久瀬に代わり、堂島組若頭補佐、太平一家組長、阿波野博樹が新たに台頭していた。阿波野は立花不動産が持つ空の一坪の情報を奪うべく、飛竜に立花の身柄を引き渡すよう迫る。頑なに要求を飲まない桐生に対し、阿波野は堂島組を挙げて包囲網を狭めていった。桐生は兄弟分である錦山の助けにより神室町を脱出するが、その錦山とも決別を余儀なくされる。東条界最強といわれる堂島組との対立が深まる中、それでも神室町へと戻っていく桐生。そこには桐生の首を狙う強大な力とわずかな仲間とが待っているはずだった。いたぞ俺。桐生じゃねえよ。うわこの野郎、紛らわしいなりしてんじゃねえ。桐生じゃねえ。おい、こいつ見たらすぐに知らせろ。いいな。はい。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん、
もしかして桐生さん？やっぱり桐生さん。レーナ、ちょっとどうしたの？血が出てる。怪我してるの？大丈夫？ああ、大した怪我じゃねえ。何があったの？いいんだ、何でもない。それよりもう言ってくれ。あんたも俺と一緒にいるとまずいことになる。分かってる。堂島組に追われてるの。ああ、だったらうちの店に来て。行くとこないんでしょ？ダメだ、あんたに迷惑がかかる。俺のことはほっといてくれ。そんなこと気にしないで。ほっとけない。錦山君の兄弟分を見捨てるなんて。アイスとはもう兄弟の縁を切った。え？あんたも俺に構うな。巻き添えにしたくない。そんな風に言われて引っ込めると思う？あんまり舐めないで。来ないんだったら今ここで大声あげる。本気よ。こんなとこにいればすぐ見つかる。お願いだからこれ以上時間かけさせないで。いい？私は先に行って店を閉めるから、桐生さんは少ししたら後から来て。目立たないように裏口から入るといいわ。ああ、それじゃあ後で。必ずよ。レーナ、すまん。謝るのはそれで最後にしてね。ちゃんと来てくれたのね、桐生さん。あまり長いはしない。橘って男から連絡が来るまでだ。それまでの間頼む。もちろん。座って。とにかく頭の傷手当てしなきゃ。レーナ、今錦がどうしてるか知ってるか？風間組の事務所に詰めているみたい。さっきも出入りしているの見かけた。なんだかすごく怖い顔してたけど。そうか、ならよかった。傷そこまで深くはないみたい。消毒だけするわ。ああ、さっき桐生さん、錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよね。それって彼を巻き込みたくないからなんでしょ？今の俺は堂島組全員に追われてる。あいつはもう俺と関わらない方がいい。そんなことだと思った。結局あなたたちってお互いを自分の身以上に思ってる。錦山君はうちに来るとき、いつもあなたのことを楽しそうに話してた。私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい。何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねえ。もう兄弟を苦しめたくない。あのね、桐生さん、一応知らせとくけど、あなたのこと警察も探してる。今日この店に刑事が来て、あなたに話が聞きたいって。心当たりある？ああ、どうやら時間切れってことらしい。時間切れ？どういうこと？俺には殺しの濡れ衣が着せられてる。空の一壺に出た死体の件でな。それを立花が殺に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだ。その猶予が切れた。でも濡れ衣っていうことは。ああ、俺は殺してない。はめられたんだ。桐生さん、
誰か来る。今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに。奥の部屋に隠れて。道島組をなめんじゃないよ姉ちゃん。おら出てこいやキリュウ。この店はずっと張ってたんだよバカが。こそこそ隠れてんじゃねえぞ。おらキリュウさん、ダメ、逃げて。やっぱり嫌がった。おい、応援呼んでこい、全員だ。へい。すまねえレイナ、やっぱり俺はここに来ちゃいけなかった。キリュウさん、もうてめえの居場所はどこにもねえんだよキリュウ。キリュウさん、店荒らしてすまなかったレイナ。全部俺のせいだ。すぐにこいつらの仲間が集まってくる。もう行かねえと。待って、警察を呼ぶ。逮捕されるかもしれないけど、それでも警察員なら殺されない。無駄だ。ヤクザがここまでやるからには殺が来たとこで引きはしない。俺を始末するまではな。そんな、誰か他に助けはいないの？いればあんたにも迷惑かけずに済んだ。迷惑だなんて。じゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか。こいつを錦に渡してほしい。これはそれを渡してこう伝えてくれ。俺のために復讐するのだけはやめろと。組に逆らえばあいつは俺の二の舞になる。キリュウさん、キリュウさん！もう逃げらんねえぞキリュウ。ああ、だがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないです。バカな、まだまだ駆けつけてくる。どうあがいても地獄みんのはてめえだけだ。おら、ぶっ殺せ！なんて野郎だ。マジかよ。兄弟頑固なやつだなおめえ。いつかこうなることは分かってたはずだろ。だがもう脅しじゃ済まなくなっちまって。あば、
橘の居所は後でじっくりお前の体に聞く。そいつは相手どこで死んでもらうことに変わりやねえやな。兄弟、手柄はてめえにくれてやる。だがこいつは俺がやるぜ。ギリ、おめえが変わった立花はどうしてんだろうな。ここんとこばったり姿消しちまったら、連中おめえを見捨てたってわけだ。風間の頭もおめえを見殺しにする気でいい。報われねえな、今時の仁義ってやつはよ。立花は必ず殻の一つぼを手に入れる。そうなりゃあんたらもまずいことになる。俺はどんな目に遭おうが立花の居所は吐く気はねえ。今ここで追い詰められてんのは俺だけか。知ったふうな口聞くんじゃねえぞ若造へ。任せとけ兄弟、俺がすぐに黙らせてやる。たっぷり楽しましてもらうぜ。キャリア！遅くなりました、キリュウさん。あいにく車の運転は得意じゃないんです。しっかり捕まっててください。逃がすな、おめえら！くすんやきや、もらえ！くすや！島組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてね。なかなかあなたの状況がつかめず、小田さんに知らせる暇もありませんでした。おかげで自分で慣れない運転をする羽目に。あんたにも苦手なもんがあったんだな。苦手というか、いわゆるペーパードライバーっていうやつです、緊張した。おかげで助かった。あんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた。俺は甘かった。自分はもっと強い人間だと思ってたんだ。だからどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいた。それが今じゃ
俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる。俺を守ろうとしてくれた人たちがだ。セレナのママ、風間のおやっさん、錦、それにあんたも。結局俺はたくさんの人間に守られていただけだった。それに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしい。バカだった。私があなたならそんなことは気にしません。私はね、キリュウさん、自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています。私の育ってきた環境では誰もがそうしていました。そうでなければ生き残れないし、のし上がっていくこともできません。金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです。これはあなたのようなアマちゃんには遠い世界の話でしょうけどね。ならさっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか。そうなりますね。あんた何が言いたいんだ。私は人を利用してきた結果として金と力を持つようになりました。どうも私にはその方面の才能があったようです。ただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません。私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけです。あなたが自分をバカと言うなら私もいくらか。そんなバカになりたかったと思います。立花、あなたを守ってくれる人たちはあなたが自分の損得で動く人間でないことを知っている。その上、あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができる。そんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません。残念ながら私はまだあなたのために自分の命までは張れません。ただあなたを信じて私の命を託すことはできます。立花、今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね。よかったら一杯おごる。後にしましょう。この車はここで乗り捨てます。あの車は敵じゃありません。織田、この町にもわずかですが東条会の力が及ばない場所があります。これからそこへご案内します。どうかしたのか。おい、立花。社長、しっかりしてください。社長。
大丈夫なのか、立花は。とりあえずはね。ここだけの話、社長は随分前から腎臓をやられてんだ。このことは立花不動産でも俺しか知らない。病気ってことか。昔社長が腕をなくした時、輸血するまでにだいぶ手間取ってな。それで腎臓がうまいこと動かなくなった。社長の腕を落としたのは、その頃敵対してた中国人マフィアどもでね。もちろん落とし前は俺がつけといた。仇の話には聞こえねえな。昔のことだ。俺らはその頃まだ不動産屋でもないゴロつきでさ。でもそれ以来、社長は一日おきに人工透析を受けなきゃなんなくなった。こいつをやらねえと社長は死んじまうんだ。立花はそんな体で登場界を敵に回してきたのか。この人は体がこんなんじゃなければ全部一人でこなしちまう。腎臓のことがなきゃ、多分立花不動産って組織も俺やあんたさえ必要なかったろうな。それでこれからどうする？全部社長が目覚ましてからのことだ。安心しな。ここは神室町の中で唯一登場界の目が届かない場所でね。アジア街って呼ばれている。聞いたことないか？アジア街。この界隈に住んでんのはアジア系の外国人だ。堂島組から身を隠すにはうってつけの場所だよ。あんたらはそんなとこにも顔が利くのか。俺も社長も日本人じゃないからな。え？俺たちはもともと在日中国マフィアだ。だからここも闇医者だよ。真っ当な病院にはかからねえからな。出身はマフィアか。初めて聞くな。別に隠してたわけじゃない。ただ今まで立花不動産が登場界に尻尾つかませなかったのもこのアジア街って聖域があったからだ。この辺りの店はマフィアたちにみかじめを納めてでさ、外国人同士つつましくやっている。そうやってる分には登場界もアジア街を黙認するとさ。じゃあここに俺らが出入りしていると知れば、アジア街は登場界の怒りを買うってことか。まず間違いなくな。けどうちはここの顔役にリスク以上の金を払ってる。誰だ？さっき言った顔役の使いだ。陈先生在叫你，要你把那日本人也带去。ジーダオラ。何か問題か？あんたの扱いについて顔役と話をつけなきゃならない。ただあまり歓迎ムードじゃねえようだ。このビルの近くに中華の店がある。あんたにも一緒に来てもらうぞ。行こう。陈先生，借我可能，
四、日本人。你不在意，用日本语吧。こちらはアジア外の顔役で、陳さん。陳さん、こちらが。飛龍一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。立花不動産の情報網にはこの方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア外に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえこれでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べていたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話だよ。失礼しました。その後力を失った我々は時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種になる。それを言えば俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに立花不動産はこの件我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らんで。待ってください。立花不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。立花、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア外にいる以上そのことをわきまえておくべきです。ここに桐生さんをかくまうことはできません。でも社長。小田、もういい。事情はよく分かった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやっさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃
まだカムロ町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。わかった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。空の一坪の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何のだ？大したことじゃありません。そっか、それじゃあ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。よう、あんた。ん？忘れたか？この間酒をおごってくれたろ。それであんたに立花不動産の人間が出入りする場所を教えてやった。ああ、確か第三公園であったな。そうそう、思い出してくれたか。でもこんなとこで何してる？家がなくなってな。あんたらと同じだ。なんだ、それじゃお仲間ってわけだ。ああ、それで今夜一晩どこかに寝られる場所はねえか？凍え死ななけりゃ何でもいい。いいよ、そんなら俺のねぐらに寝させてやるよ。ただ襲ったりすんな。俺はそっちの気はねえんだ。チッ、バカ言ってんじゃねえ。俺のねぐらはすぐそこ、あのブルーシートのやつだ。好きに使ってくれ。そうだな、一泊10万でどうだ。はあ？なんてな、冗談だよ。気が向いたらまた酒をおごってくれ。すまねえな、ありがとう。いいってことよ。目障りなんだよ、てめえらどっか行け。なんだ、おい、あんた起きろ。奴らだ。堂島組？堂島？何言ってる？こいつらホームレス狩りだ。おい、
そこにも二人いるぜ。へい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 。あれ、そっちのやつなんかホームレスっぽくないじゃん。別にいいんじゃね。ここにいんだから同罪だよ、同罪。逃げんなよ。やめろ。何命令してんの。やめてくださいだろ。なんだこいつ。ああやってくれたよ。これ大怪我だよな。一車両一車両。どうしようもねえガキどもだな。そうです、僕らガキの未成年です。人殺しても罪になりません。罪にならなきゃ罰は受けねえとでも思ってんのか。世の中そんなに甘かんねえぞ。生きがいいね。俺らとやる気かよ。おい、こいつ俺のこと殴ったんだぞ。ぶっ殺せ。ダメ、そろそろ本気でやっちゃう。一遍人が死ぬとこ見てみたかったしさ。住むと思ってんのかよ。何がどうただで済まねえんだ。分かったよ、悪かった。だからもう許してくれって。それで謝ってるつもりか。それ謝る相手を間違っている。なあ、これ君んだろ。ふっ、さっきこれでおじさんの頭殴ろうとしたろ。ってことはやっぱり君んだよな。やめろやめろよバカ野郎。しっ、もうみんな寝てるんだ。声が大きいよ。ありがとうよ。あんたが一緒にいてくれたおかげで命拾いしたよ。あのガキどもちょくちょく俺らの仲間を襲ってたんだ。多分もう二度と来ないだろうけどさ。そうか。そういや、まだあんたの名前聞いてなかったな。俺は桐生だ。桐生さん。そうか、やっぱりね。確か町で堂島組の連中が探してるやつがそんな名前だったな。安心してくれ、ここにはもうあんたを売るような人間はいない。俺たちは貸し借りにうるさいんだ。ふん、そうか。よう桐生さん、客が来てるぞ。あんたを探してる。客？堂島組か。いや、
立花不動産の人間って言ってる。一応あんたのことは知らねえって言っといたけど。そうか、すまない。そいつは今どこにいる？公園の出口に車止めてる。気になるなら行ってみな。よう、キリュウ君。小田、あんたが迎えの人間か。まあね。昨夜はゆっくり寝られたか？寒かったろう。いや、いい宿が見つかったんでな。それより立花は？社長は今あるところでお前を待っている。あるところ？どこだ？実はお前もよく知ってる場所だけど、ま、行ってみてのお楽しみだ。もう準備できてるなら車に乗ってくれ。いいか？ああ、頼む。よし、それじゃあ早速出発だ。今んとこつけられたりはしてねえようだな。公園に野宿までして隠れてたんだ。少しぐらいゆっくりさせてもらうさ。それで今から行くのは新しい隠れ家ってことか？いや、そういうわけじゃない。道島組がカムロ町中に目光らせている限り、あんたはどこに隠れたっていずれは見つかっちまう。だから社長は堂島組の動きを抑えるために手打ってるとこだ。どういうことだ？今社長がいるのはお前もよく知ってる場所だ。俺たちもそこに向かってる。だからどこなんだ？言わなくてもお前にはそろそろ分かる。やっと分かったか。東条会本部。何の真似だ、小田。社長は今東条会のトップにあんたのこと掛け合ってる。堂島組の動きを押さえつけるにはそのさらに上の極道になしつけるしかないってさ。待て、東条会は立花不動産を潰そうとしてるんじゃなかったのか？立花もあんたも俺も全員殺されるぞ。何考えてんだ？社長もそのくらい分かってるよ。それでも交渉ってのはいつだってやりようがある。先に降りてくれ。社長のいる場所に案内されるはずだ。何でも無茶だ。社長は賞賛があってここにいるわけだが、危ねえ橋渡ってんのも承知の上だ。ビジネスにはリスクがつきものでね。けどあんたもうちの社員なら社長を信じろ。今度から何かするときはもっと早く教えろ。頼むぜ、キリュウ君。
桐生さん。ああ。ご存知でしょうが、東城会二代目代行、新原さんです。東日本における極道社会の最高権力者。お前が桐生か。なるほど。その目つき、風間の若い頃を思い出すな。ああ、適当に座っていいぞ。いえ、俺はここで。まあいい。そんじゃ始めるか。先ほどもお話ししましたが、私の望みはうちと東城会さんの神室町での共存です。うちはあの町にどんな人間が来ても受け入れる。それを許しているからこそ神室町は発展してきた。ただ東城会の大門を恐れん連中だけは別だ。あんたんとこの商売はそのルールからはみ出している。私は東城会の恐ろしさを分かっているつもりです。今日伺ったのはそれを形にしてお見せしたかったからです。何か手土産があるということか。ええ、その上で一つ二代目代行にお願いしたいことがあります。言ってみろ。堂島組に桐生さんから手を引くよう東城会本家から働きかけてください。新原さんがご存知かどうか、堂島組は桐生さんを消そうとしています。堂島もバカじゃない。そいつにも消されるだけの理由があるんだろう。堂島組が桐生さんを狙っているのは私を捕まえるためです。私は殻の一粒を手に入れるのに必要な情報を持っています。殻の一粒か。なるほど。堂島はあの土地をよその人間に取られるわけにはいかねえだろうからな。だけど当然その上がりは本家にも入る。俺にあんたを助けてやる理由はない。話は変わりますが、堂島組は東城会で稼ぎ頭だとか。本家の中にさえ堂島組の力に対抗できるだけの人間はいないそうですね。あなたも含めて。堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東城会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東城会の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。そして東城会の跡目に今一番近い人間です。そう遠くない将来、堂島宗平が東城会の三代目になる可能性は高い。それがどうした。このまま堂島は本家に莫大な上がりを収めている。できた子分ではあるな。新原さん、堂島に殻の一粒を手に入れさせてはいけません。一幹部が本家をしのぐ力を持てば、東城会は何もかもが大きく変わってしまう。堂島の開発計画は上がりのでかいしのぎだ。東城会本家にも奴から相応の金が納められる。ただそれだけだ。何も変わりゃしねえ。そんな目先の話にとらわれてるようではトップは務まりませんよ。代行。てめえ、口の聞き方を知らねえようだな。
お持ちした手土産が届いたようです。入れてやれ。5億あります。これを桐生さんの命の代金としてお納めください。5億。これは前金です。堂島組の動きが止まりましたらさらに5億、加えて今後神室町での打ちの上がりの3割を東条会本家に納めさせていただきます。たかが極道崩れの男の命に10億とはな。そこまでの価値があるのか。その程度の金ならいくらでも作れますが、本当の友人を作るとなるとそうはいきません。差し迫った事情を言えば、私が空の一壺を手に入れるにはどうしても桐生さんの力が必要です。随分高く買われているな。どうでしょう新原さん、あなたには今私たちの首を堂島組に引き渡すという選択肢もありますが、おそらくそのことで堂島から大した見返りはないでしょう。将来的にもね。でももしここで新原さんにお力添えいただければ、この先も堂島さんを本家に忠実な一幹部に留めておくことができるかもしれません。私の個人的な印象では堂島さんはそのあたりが分相応に思います。なるほど。あんたは確かにヤクザの股は開かせんのがうまい。金の使い方もよく分かっている。あの堂島が手こずるわけだな。恐れ入ります。なあ、堂島に伝えろ、桐生一馬は今から東条会本家の預かりとする、手出しは無用だとな。貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか。いえ、詳しくは。一言で言いや一騎当選だ。腕といい度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を10億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に10億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。
交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは登場界の本丸だぞ。無茶でもなんでもこれが極道の流儀なんでな。小田、立花を頼む。くっそ、分かったよ。キリュウさん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。やっぱり、すんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立場そうでした。それじゃ一丁ビシッと言えりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。大丈夫か。ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ。急ごう。伸びたのが。ここに長居は無用です。行きましょう。
桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。桐生の件だがな、本家がちゃちゃ入れてきやがった。堂島組や桐生一馬に手出し無用とな。そいつは立花不動産の手配りです。親父、連中もうちに追い詰められちゃ本家に泣き入れるくらいしかありませんからね。全部予想できた動きです。クゼと阿波野にはできなかった。俺にはさらに細すぎ。橘が桐生をどう動かすかも分かります。なるほど、もうクゼと阿波野に遠慮する気はねえってことか。渋沢からの一壺は俺のこの手で差し出しますよ、親父。いつまでこんなとこにいるつもりだ。久しぶりの休息です。たまにはゆっくりしないと持ちません。私は体が弱いんです。あれだけ極道相手に暴れ回れりゃ十分だ。ただ死に物狂いだっただけですよ。なあ、あんた。はい。なんで俺なんかのために10億も出したんだ。おまけに東条会本家に借りまで作っちまった。あんたは金と力を手に入れ、それで東条会に迫りたいと言ってたな。そのために殻の一粒が必要だと。だが本当の目的は他にあるんじゃねえのか。だとしたらなんであんたはそんな体を張ってまで殻の一粒を狙う。あの土地には俺の知らない何か他の価値があるのか。それについては企業秘密というわけにはいきませんかね。社員にも言えない企業秘密か。あんたについていく社員は命がいくつあっても足りねえな。だからあなたのような人が私には必要なんです。風間さんもそれをよく分かっていたからこそ桐生さんを私につけてくれた。だが殻の一粒についちゃまだ何も進んでねえ。これからどうする。俺は何をすればいい。それなんですが、昨晩ようやく殻の一つぼの所有者を抑えました。その人物は今大阪の蒼天堀にいます。蒼天堀？ええ。ですがすぐにこちらから出向くわけにはいきません。我々以外にもその人物を狙う組織が蒼天堀にいます。あんたの他に所有者の居所を突き止めた奴らか。おそらくは渋沢組の人間です。渋沢？あいつか。問題はその渋沢以外にもあの近江連合までが動いているらしいということです。近江連合？やつらも殻の一つも。ええ、その近江連合もどれだけの規模で動いているか分かりません。今の蒼天堀は私たちにとって神室町以上に危険です。少なくとももっと状況が把握できるまで行動は控えるべきでしょう。そいつは
あんたらしくもね。え？織田も言ってた。ビジネスにリスクはつきものだってな。それをあいつに教えてやったのはあんたじゃなかったのか。あんたの腎臓はアジア街を長く離れるわけにいかねえ。だが俺は逃げ回るだけなのはもうごめんだ。待たされるのも性に合わねえ。あんたがどう言うが一人ででも蒼天堀に行く。殻の一坪の持ち主はカムロ町に連れてくればいいんだな。ええ、ですが俺も行きますよ。桐生の言う通りです、社長。状況の見えない蒼天堀だからこそ俺たちが直接動くべきなんじゃありませんか。誰かが俺らより先に殻の一坪を手に入れれば全部水の泡なんです。安全策だけじゃ後手に回ります。たまにはいいことを言うな、織田。リスクは承知の上ということですね。それでも本当に蒼天堀に行ってもらえるんですか、桐生さん。ああ、私が指示したわけじゃありません。ですから何かあっても労災は出ませんよ。もう俺のために10億出してもらってる。これ以上あんたに金出させる気はねえさ。そうですか。でしたら結構です。桐生さん、蒼天堀に向かう前に準備を整えておいてください。ああ、あんたらアジア街に戻ります。話は通しておきますから、準備ができたら陳さんの店に来てもらえますか。私と織田さんはそこで桐生さんを待ちます。道島組はあらかた町から消えたみてえだ。二代目代行が約束通り手回してくれたと見える。とはいえ油断すんなよ、桐生君。分かってる。それじゃあ後でな。お待ちしてました、桐生さん。あなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてね。ああ、その人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています。協力関係にある組織。その組織については後で織田さんから説明してもらいます。ただどちらにしろ大阪は近江連合のお膝元、長い時間かくまえるものじゃありません。ですから殻の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になります。それもできるだけ早く。なるほど、それを俺と織田がやるんだな。ええ、この役はやはりあなた方にしか任せられません。桐生さん、あなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたね。ああ、あんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていた。ええ、ですが桐生さんには近いうちにお話しできると思います。あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたら、そのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください、桐生さん。分かった。それで殻の一坪の持ち主は
どういうやつなんだ。若い女性です。ただどうも目が不自由とのことで、ほぼ失明しています。え？その殻の一坪の所有者は牧村誠という人物です。裏社会の複数勢力から標的とされる牧村誠、彼女が狙われる理由を探る真島は、誠の面倒を見てきた中国人の針師李に見込まれる。李はかつて大陸系組織に雇われる殺し屋でもあった。誠を守ろうとする二人の前に現れた男、近江連合貴人会会長西谷誉。関西を牛耳る近江連合内部で、西谷、佐川という二つの勢力がそれぞれ誠を奪い合っていた。徐々に誠をめぐる勢力図が見えてくる中、真島は密かにかくまっていた誠の存在を佐川に気づかれてしまう。しかし最後に誠を手にしたのは、突如深い闇から現れた白いスーツの男だった。真島ちゃんさ、忠告したよね。殺しなんてやらずに済むならその方がいいってさ。でも真島ちゃんは仕事を引き受けた。俺本気で島野の兄弟に成し付けて、お前を登場界に戻してやる気だったんだよ。だけどお前は牧村誠を殺せなかった。まあまあまあ、百歩譲ってそういうこともあるかもな。俺もガキの頃、足の折れた文鳥を拾って帰ってきたことがあんだ。お袋に内緒で必死に育ててさ。確か名前は豆太郎だったかな。動物なんか興味もなかったくせに毎日餌やったりして、可愛かったな。だが親に嘘ついたのがまずかった。ある日家に帰ったら飼い猫の餌にされてたよ。生きたまま猫に食われる豆太郎を見て俺は思い知ったね。子は親に逆らえないってな。ガキのくせに律儀なやっちゃ。律儀ね。まあ確かに俺は素直でいい子だったよ、親の前ではな。あ？次の日その猫を殺してやったよ。
お前のことは必ず殺すよ。でもその前に、あの牧村誠を盗んでいった泥棒猫を始末しねえとな。あの泥棒猫、蒼天堀じゃ見ない顔だったな。もしかして真島ちゃんの古いお友達？知らんわ、あんなやつ。なんでどいつもこいつもあの女のことを狙っとんのや。あいつは売春の元締めなんかしとらん。あないな小娘に一体何の価値があんのや。知りたい。教えたくても教えらんないな。俺だって知らねえんだからよ。はあ？真島を使って牧村誠という人間を殺せって、それだけだからな。俺が兄弟から聞いてる話は。兄弟？そしたら女殺せっちゅうのは島野の親父からの命令なんか？そう。だからこそお前を登場界に戻してやれるチャンスなんだよ。なんで親父は俺にやらせようとしたんや？さあな、それは俺にもわかんねえ。とにかく白スーツの男、本当に心当たりないんだな。ああ、せやけど気になることはある。ん？奴は女を奪って生きよったが、殺そうとしてるようには見えへんかった。それは西谷も同じや。ん？ちょっと待て、西谷ってグランドで暴れた鬼人会のか？西谷はあの時別の死体を用意した代わりに牧村誠を渡せ言うてきた。あの子を殺すつもりやったらそない面倒くさいことはせんやろ。西谷が別の死体を用意？おかしいな、初耳だな。まあ西谷と白いスーツの男が同じ目的ってことは分かった。ってことは奴ら来るかもしれないな。あり得る話や。どっかで拾ってきた野良を泥棒猫に仕立てたってわけか。確かに西谷らしい手口だな。そうなりゃ西谷を叩いて女の居所を吐かせたいとこだが、札にしょっぴかれて今頃留置所か。いや、西谷やなくても組員もいろいろ知っとる風やった。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を。はあ、そしたら組員からたどれ。鬼人会の事務所は蒼天堀通り東の第三並木ビルってのに入ってる。確か3階だったはずだ。分かった。真島ちゃんさ、西谷のこと以外に俺に隠し事ないよね？あらへん。はあ、もしも何か隠し事してたら殺す言いたいんやろ。分かってきたね、真島ちゃん。なんでおめえが。おう、牧村誠はどこや。はあ、何言うとんねん。あれ、俺んとこからあの子を盗んだ男、ありゃ西谷の仲間やろ。今あの子はどこにおんねん。何のことやらさっぱりわからんな。せやけどたとえ知っとってもお前に教えるはずないやろ。何様やねん、メチキクみたいにフラッと入ってきよって。わしら極道やで。なめんのも大概にせよ。そら拳で聞けっちゅうことか。お前らもう何遍も俺に負けとんのよ。結果は分かりきっとるやろ。
あの子の居場所知っとんのか知らんのか、どっちやねん。知っとっても知らんでも生きて返さへんで、我、はあ、こりひんやっちゃなんだ。しゃあない、ほんならこの際知っとること全部吐いてもらうで。望み通り拳で聞いたるで。牧村誠は今どこにおる？ほんまに知らんのや。ほんまか？ほんまや。わしら今までずっとあんたがあの女を持っとると思っとったんや。せやったら俺からあの子を奪っていった男は誰や？西谷の仲間ちゃうんか？親父の仲間やったとして俺らは知らんのや。親父は俺らに何も教えてくれへんのや。女のこともさらう目的も。ほんまや、聞きたいことがあるんやったら親父に直接聞いてくれや。西谷は札にしょっぴかれて留置所やろが。せやったらあんたも留置所に入ったらええんや。ふざけとんのか。待て、ふざけたへんって。ビリケンさんに頼んだらええねん。ビリケン？そうや、ビリケンさんちゅう刑事や。親父の窓口になっとる人で、頼めばこっそり会わせてくれるかもしれへん。賄賂でも渡すっちゅうおるが。それはビリケンさん次第や。誰でも会わせてくれるわけやないけど、とにかくビリケンさんとこ行ったらええ。いつも毘沙門橋んところにおる。よし、その言葉信じたろ。西谷がなんでお前ら組員に何にも教えへんのかわかるか？脅されて口悪いような組員やからや。口の軽いヤクザやすか。あんた、もしかしてビリケンさんか？誰や、あんちゃん。俺は真島五郎っちゅうもんや。あんたに頼めば、留置場の西谷に会わせてくれるっちゅう話聞いての。俺はどうしても奴に会うて聞かなあかんことがあるんや。おめえは西谷のなんや、ダチか？俺はダチあらへん。西谷の敵や。バリッバリの敵や。敵と名乗るやつをわざわざ引き合わせると思うか？ダチって嘘ついたとこであんた見破るやろ。西谷は用心深いやつや。嘘も見破れんでかを窓口にするはずがない。正直に言うたらあんたも一手間省けるやろしな。潔んやな。せやけどそれだけでよし案内したろとはいかへんで。分かっとる。なんぼ渡せばええんや。いややな、今の時代みんな金で収めようとしよう。どないしたらいい？マジマ言うたな。ちょっと一杯付き合うてくれるか？ちょうどええとこに、ほら船も来たしな。屋形船？お座敷遊びでもするんか？
黙って乗ったらいいんや。西谷に繋いでほしいんやろ。真島言うたな。お前西谷のなんや。さっきも言うたやろ、敵やって。酔っ払っとんのか。敵にもいろいろあるやろ。いろいろ？ほんまに殺したいと思う敵もあれば、立場が違えばダチになれた敵もあるやろ。西谷とは会うたばかりや。あいつのことはよう知らん。あんたは奴を古くから知っとるんか。古いもなんもあいつがガキん頃から知っとるわ。ほう。西谷はどんなガキやったんや。万引きのうまい赤ちゃんでな、幼稚園に入る頃にはすりと置き引きも覚えとったの。小学生でカツアゲ、中学生で車嵐、そんなガキやったな。なんや、想像通りやな。その調子で言ったら高校の時には強盗でもやっとったんちゃうか。人を刺して殺したんが奴が高校の時やったな。えらい飛び級やな。せやけどデカのあんたがなんでそないなやつの窓口なんかしとるんや。なんや。おい、どないなっとるんや。遊びに付き合い言うたやろ。どこへ行くんや。三途の川底や。三途の川底。なんやここは。何の目的か。戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが。まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここを三途の川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん。この闘技場で1年間叩こうたらシャバに戻したるっちゅうだろ。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ、まず一年はもらん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。
罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命がけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もや。めったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのはなんでや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなだ。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せえ言うんだ。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんや。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカ、めったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。ほんなら、お前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。ああ、ええで。三人勝ち抜けばええんやったな。そう簡単に行くとええけどな。ま、安城頼んまっせ。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新星、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロー versus ゴロー、マジマー。さあ、時間無制限、ルールなし、レディー。赤眼の罪人、マジマゴローがデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ドクターキリヒト。マジマゴロー、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし、レディーファイト。 Ends up winner ゴロー、マジマ。この強さは本物だ。マジマゴロー2連勝。まさかの展開に会場は興奮のるつぼと化しています。しかし、謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。Dead! Launcher! Sir!
サンズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし、 It's showtime。 決まった。今ここに新たな伝説が誕生しました。その名はマジマゴローだ。 Congratulations ゴローマジマ。いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どうや、今度からちょいちょいリング温めてくれんか。金は払うで。俺は高いで。嫌やな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたの約束は守ってもらう。分かっとる、ついてき。しかし、汚い川の底に穴いなもんがあるとはな。汚いもんがいろいろ隠してくるとに、水底なんか見えん方がええ。あ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん？昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。1年かかってようやく犯人を突き止めたが、親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と街を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それからサンズの川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、
いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。でもしたんか。お前に会いに来たんや西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でもケリつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようで来たんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか。誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そうや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客やん。ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。
わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そうやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれば相手やもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはし、ごっつい期待してしまうで。真島くん、この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。さすがや、わしますます真島君に惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、誠ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東上会の直系組織や。東上会直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東上会の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁セラ・マサルや。セラ・マサル？数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が二つも誠狙っとんの？二つ？
俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父や。島野中刀、東条会の島野か。なあ、世良も島野も東条会。ほんなら東条会ついでや、わしも教えたる。あ、わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東条会の直系や。世良の日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部東条会や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、東条会の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。誠取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ、真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと。東条会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもじゃあ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すためにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園。まあ、いや、こっち住んだって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのよ。でなんや、その椿園っちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街。ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。
出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るぜ。なんや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。お茶。逃げや、西谷。なんやねんな。お茶。お前ビリケンさんには用してもろたんですがね、娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。こら、あかん感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。まことち女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。お疲れ、真島ちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな。
心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよなあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに来とくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるが東条会の直系組織。東条会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や、堂島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。やつからここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。いろいろや。うん、で東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。あ、行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。ねえ、なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。分かった。悪いなあばあさん、俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな、どこ行きはんの。
あそこだ。弁天屋、あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね？当たり前やろが。くどくど言っとらんで誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。セラ、日教連を相手にここまでたどり着くとは、さすが島の組で鳴らした男だ。誠は、牧村誠はどこや？彼女は先ほどある人間に託されここを出た。何やて？ある人間って誰やねん？そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで？手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと？知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それも真島、お前の存在だ。3年前、
忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか、彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことか。まさかな。お前が俺の何を知っとんね。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟、痛いほど伝わった。ほなさっさと言え、誠は誰の手に渡ったんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が。本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ、カムロ町。誠はカムロ町に連れてかれたんか。ああ、今空の一坪を誰が手に入れるかで東条会が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一坪はカムロ町の再開発に絡んで莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが。ちょっと留守にしてる間に東条会も落ちたもんやな。信用してくれ、俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと。誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不
動産屋ごときに誠が守れるわけないやろが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。死体から取って持ってけ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に撃たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。こいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ神室町。ええんか。だってよ神室町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。